はい、どうも、皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。やーてくですね。さあ、やってまいりました。今回ですね、キングのプリンスさんたちから、リング・ディン・ドンということで、アリーナツアー2022メイド・イン、こちらを見ていきたいと思います。収録ボタンオフ、ほいということで、リクエストをたくさんいただいておりまして、なんと、平野くんが振り付けをした作品というところでございました。駆けつけてまいりましたというところでございます。著作権の関係があるので、あとライブ映像なのでちょっと音は出ないんで、モザイクなんですけども、リアクション動画を撮っていって、見終わった後にちょっとこう、静止画の部分でここいいよね、みたいなところの話をしていきたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。それでは行ってみたいと思います。レッツラーン。おじめ。刺さってませんでした。失礼いたしました。よいしょと。さあ、それでは行ってみたいと思います。レッツラーン、ガッツ。おう。おー。ちょっとこう、わーらららららら、和装で、DJ の方がいらっしゃって、一番な感じもあって。おー！岸くん！おー！いけいけ！おー！カイトくん。おぉ、ラップ系の曲？レンキュン？おぉ、おぉ、神宮寺くん。おぉ、平野くんのラップも。おぉ、わー、神宮寺くんやばいな。おぉ、バーン。おぉ、おぉ、やば！岸くん！うわー！終わり？もう終わり？2分8分、2分8秒しかないの。ちょっともう一回見ていいですか。あっという間に終わってしまった。ちょっと。結構皆さんでこう、オラオラにラップをつなげていく系なんですね。乗ってるところの岸くんの表情たるや。このお面つけてる人たちもかっこいいわな。カイトくん、ノリノリ、えいえい、レンキュン、すごい高いところにいる。2階 ?3 階にいる。うわ、なんかこう、乗ってるカイトくんからのスッて前を見据えながらこう歌う、ノリを一回こう消して歌に徹するレンキュン、このコントラスト。まあ、嫌がれよーの先にいるのが神宮寺くん。神宮寺くんがわしゃーいってなるところありましたよね。レッツゲリラーの部分の岸くんからの平野くんか。千載一遇のかっこよ、神宮寺くん。もう一回聞いちゃう。貸さないてててて、おーいえからのカイトくんでチェ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 ンジ。デンデガデン
でんでん。僕がちっちゃいのと全然別物になっちゃうんですけど、この感じですよね、だからね。Go to the top! これ生で見たらめっちゃかっこいいじゃないですか。バーン、カイト君バーン。わー、レンキュンからの平野君のリレーなわけですね、ボーカルの。うわ、音。テンテテテンテテンテテンテテテテテン。むぞ。聞き方がやっぱちょっとコアですよね、音の聞き方が。うわ。タラ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 刻む、これがタンタタタンタタンタタンタンじゃなくてタンタタンタンタンタタンタタンタンなので倍ですよね。このいただきの部分の岸くん、うわーてててての部分多分カッカッカッカってやってますもんね。あのキンプルで平野くんがキングプリンス一番かっこいいのは誰かっていう話で岸くんを挙げていて、そのもうパフォーマンスに入った時のやっぱ流行り込みがすごいっていう話ありましたもんね。ここの岸くんやばいっすね。うわー、火花バキバキ。やばーい、やばーい、かっこいい。見てみたい見てみたい、とっても見てみたいです。ここの岸くんかっこいいわ。の部分、このちょっとかな、この後これ、ここてっ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 ていう風に上がっていくところ、いや結構だから、うわこの神宮寺くんよ。なんか和装だけれども、和装と洋服の雰囲気を掛け合わせてるっていうことなんですかね。すごいじゃない。なんかもう若様たち。レンキュンのここかっこよすぎません？ちょっと。このカイトくんのこのノリノリなイケイケな感じからの上を見上げて、その先にいる、レンキュン？はいじゃん。もう明らかに佇まいから違う感じがありますもんね、なんか雰囲気ね。そのやっぱり5名様の持ってる空気感が全然こう被らないからこその、いやーかっこいいわ岸くん、素晴らしいね。カイトくんのこのね、緩やかにグルーヴをね、ここのあたりでねまとうんですよね。あ、ここの首の乗りがね、素晴らしいですよね。絵になるなぁ、ちょっとみんな素晴らしいですね。衣装のこだわりもすごそうですね、こうやって見ていくと。いやーこの感じすごいわ。ちょっとだから、昔ながらのお屋敷じゃないですけど、その感じがあります、セットの中に。でメイドインって書いてあって、まあこのライトのあれだから、このちょっとお屋敷感が他の楽曲でもあるっていうことなのかな。だから1番とかもこの感じでやったっていうことなのかな。やばい、超気になる。これはちなみに、あ、高評価ボタン、これどこで行われたやつなの。本ツアーコンセプトは、うわ、一番から始まってるんだ。すげえ。にやけるということで、ぜひぜひ、ぜひぜひ、もしね、行かれた方いらっしゃいましたら、現場の空気感だったりとかもコメント欄で教えていただけたら嬉しいなというふうに思うところでございます。めちゃめちゃかっこいいです。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せい。